それでは茂木大臣によります提起の大臣会見を始めたいと思います。大臣お願いいたします。私の方から2点まず発表させていただきます。一つは感染症の危険情報等の引き下げ引き上げについてであります。もう1点が国際的な人の往来の再開についてでありますが、まず感染症危険情報の引き下げ引き上げ及び一般的な危険情報レベル、これのですね、解除についてであります。新型コロナ、現在もですね、欧米や南アジアをはじめ依然として感染が拡大している国、地域がありますが、その一方で感染状況が落ち着きつつある国、地域も出てきております。感染の状況、移動制限の緩和、ビジネスニーズ等さまざまな要素を総合的に勘案して、お手元にあると思いますが、9カ国地域についてすで、に発出している、感染症危険情報を、現在のレベル3、渡航、中止勧告からレベル2の、不要不急の渡航はやめてくださいに引き下げます。具体的には、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナムが引き下げの対象となります。一方で、ミャンマーおよびヨルダンの2カ国につきましては、今感染が急速に拡大しているという状況でありまして、こういった感染状況の悪化等のですね、要素を総合的に勘案して感染症危険情報をレベル2からレベル3に引き上げます。この結果、合計で世界152の国地域がレベル3という形になります。そして在外邦人がですね、出国困難となることを防ぐためにですね、3月の25日に全世界に対して一律に発出をしました。これは感染症危険情報とは異なる一般的な危険情報レベル2についてもですね、行動制限緩和の動きが出てきているほか、国際線の定期便が徐々に再開していることを踏まえ解除いたします。なおシリアやイラクなど政治情勢や治安情勢などによって渡航滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国地域に対して、これまでに個別に発出をしております危険情報については引き続き維持をいたします。もう一点、国際的な人の往来の再開についてでありますが、菅総理のベトナム訪問に際して10月19日に行われた日ベトナム首脳会談において、両国との間で自宅等待機期間中も限定的なビジネス活動を可能とするビジネストラックを開始することで合意したわけであります。これを受けてベトナムとの調整を進めた結果、ビジネストラック、ベトナムとの間で11月1日から開始することにいたしました。ちなみにベトナムはですね、短期商用での来訪者が昨年世界で9番目に多い国でありました。ビジネストラックの開始はシンガポール、韓国に次いで3カ国目となるわけであります。ベトナムを含めすでに10カ国地域との間で開始をしているレジデンストラック、これで来訪する方も順次いいペースでといいますか伸びてきておりますが、このレジデンストラックに加えてですね、今回の措置は感染再拡大の防止と両立をする形で国際的な人の往来を部分的段階的に再開していく上で重要な一歩となると考えております。私から以上です。それではご質問はマイクスタンドのマイクを使ってお願いいたします。ではどうぞ。はい、 NHK 山本です。どうぞ。 NHK の山本です。今発表ありました
感染症危険情報と、あとあの水際措置として取っている入国拒否 の、うん、あのちょっと関連で伺いたいんですけども、うん、あの今回レベル3に引き上げたミャンマー、ヨルダンについては、うん、入国拒否の対象に加えて、はい、でレベル2に引き下げた9カ国地域は逆に入国拒否の対象から今後外れていくことになるという認識ですか。入国拒否のですね、対象からは外れていきますが、その一方でですね、ビザ等の、停止、これは残る形でありますから、実質的にはですね、まあ、こういったレジデンストラックであったりとかビジネストラック、これがなければですね、実質的には入国できない、こういう状況は続くことになります。はい、次お願いします。他にいかがでしょうか。はい、朝日新聞佐藤記者どうぞ。すみません、朝日新聞の佐藤と申します。ちょっと今の話題から変わってしまうんですけれども、日露交渉について伺いたいと思います。はい、菅総理はですね、総理就任後のインタビューですとか、まあ、昨日の参院本会議で、まあ、56年宣言を基礎に交渉するとしたシンガポール合意に触れつつですね、まあ、これまでの両国間の諸合意を踏まえて交渉するというふうにも述べられています。で、大臣も国会でたびたび触れられているとおりですね、この諸合意には東京宣言とかそういったものが含まれているというふうに考えられるんですけれども、今回その菅総理が言及された過去の諸合意というのは、まあ、具体的に何を指すか確認させていただきたいということと、まあ、二党変換を盛り込んだ56年宣言に加えてですね、過去の諸合意にも、まあ、菅総理言及されているということで、今後の交渉姿勢に変化はないのかどうかということを念のため確認させていただきたいと思います。交渉姿勢に変化はございません。そして今まで通りの言い方、私の国会答弁もそうだと思いますが、国会で菅総理が述べられた諸合意、例えば、シンガポールでの、まあ、両首脳の合意のほかにですね、2001年のイルスク声明であったりとか、1993年の東京宣言、まあ、等々が含まれるということであります。まあ、その上で基本的にはこの1995年宣言を基礎として平和条約交渉を加速させる、こういう合意の下で現在、交渉を進めております。他よろしいでしょうか。はい、読売新聞森山記者どうぞ。読売新聞の森山です。大和隊についてございます。日本海の工業上の大和隊 です、ね、中国漁船の違法操業が相次いでいる事態になっています。日本政府として今後ですね、どう対応されていくかお聞かせください。水産庁、まあ、海上保安庁、まあ、等々ともですね、まあ、連携をしながら、まあ、しっかりと対応していきたいと思っております。不測な事態が起こるということがないように日中間でもしっかり意思疎通を続けていきたいと思います。はい、他ございませんか。はい、NHK 山本記者どうぞ。NHK 山本です。来週投票が行われますアメリカの大統領選挙についてなんですけれども、今回郵便投票のですね、利用者が大幅に増えたということで、当落の体制がすぐに判明しないという可能性も指摘されていますけれども、日本政府としても勝者への祝意を伝えるタイミングの検討などもあろうかと思いますが、そのあたりの見通しについてはどのようなお考えでしょうか。まあ、投票の方は11月の3日に行われるわけでありますが、例えば郵便投票で見ますとですね、各州ごとにそのやり方も違ってまして、例えばペンシルベニア州は確かですね、11月3日の決心があって11月6日についたものまで有効とか、まあ、そういったここの決まりがあるわけでありますが、まあ、いずれにしてもその、同盟国でありますその、米国の、まあ、大統領選挙の情勢、そして結果につきましては高い関心を持って、まあ、注視を、まあ、しているところであります。まあ、ご案内のとおり、なかなか日本とは違う制度といいますかですね、全米各州単位での戦いということになってきて、基本的に各州の、まあ、一般投票で最も多いという、まあ、票を集めた候補が各州によって異なっております選挙人すべてを獲得すると、まあ、ウィナーテイクソールという形でですね、総取り方式で行われるわけでありまして、まあ、接戦州、よく言われているフロリダ29票、そしてペンシルベニア20票、そしてミシガン、イリノイ15票、ノースカロライナ、
15票、そしてアリゾナ11票、そしてウィスコンシン10票、これがどうなっているかと、まあ、いうことが注目をされるんではないかなと思っておりまして、なかなかの現段階でどう、推移をしていくかと、他にもいくつか接戦州あるようでありますから、そういったものを見ていかなきゃなりませんし、まあ、前回と比べて圧倒的にですね、郵便投票が増えているというのは確かでありまして、この郵便投票の開票作業等も含めるとですね、まあ、時間がかかるということが予想されますが、その状況を見ながらですね、適切に勝者が決まりましたら当然ですね、日本として祝意を送るということになると思います。他ございませんでしょうか。はい、共同通信中田記者、最後です。共同通信の中田です。閣僚の資産公開についてお伺いいたします。本日ですね、閣僚ですとか、まあ副大臣の方々の資産公開が行われますが、大臣、この資産公開制度の意義等についてのご所見を伺いますでしょうか。資産公開制度は、政治と行政への、まあ、国民の信頼を確保することを、目的と、まあ、するものであると考えております。政治家として国務大臣等の公職にあるものとして、その目的にと、沿って、適切に、対応していきたいと思っております。よろしいでしょうか。それでは本日の記者会見以上といたします。ありがとうございました。